はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コメ読み行ってみたいと思います。坂井先生、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。脱力を心がけていますが、左指の中指、薬指、小指の、音源の際にできるタコはプロの方や上級者の皆さんでもできるものですか？中指と薬指は、輪立ちのように陥没し、小指は角質の厚い層になっています。たまにペーパーで削って鳴らしていますが、削りすぎると痛いしで、体質によるものなのかなとも思ったりしますが、体質にもよるのかな、はい、 いやこれはね、やっぱりちょっとグーッとね、押しすぎてるっていうのがまずあるんじゃないのかなと思いますけどね。僕はね、その今までそのペーパーで削ったりみたいなこともやったことないんですけど、そこまで硬くはないかなっていう感じ。柔らかくもないけど硬くないです。全然。で、僕の生徒さんでもすごくね、硬い生徒さんいます。で、硬い、カチコチに、もう本当結構ね、カチコチに指先が硬くなってる人はやっぱりみんなかなり力を入れてる。その必要以上の力をね、かなり入れてるなという印象は結構あります。だ、体質によるものっていうのがどのぐらいあるかどうかはちょっと分かんないですけどね。で、やっぱり力を入れすぎてグッと抑えて硬くなると、綺麗に抑えるのが難しいですよね。と思います。だから、力を入れすぎないこと、まずこれ結構大事かなと思いますね。で、なるべく楽に抑えてればそんなにね、硬くなることってないんじゃないかなと思います。ただ、全くギターやってない人のふにゃふにゃな指先はそれはそれで扱いにくいと思うんで、そんな感じのね、ふにゃふにゃではちょっとまずいかなとは思います。僕はね、人差し指、中指、薬指はそうでもないけど、小指の側面が、一番硬い箇所っちゃ硬い箇所かな。と言ってもなんかカチコチっていうよりはなんかちょっと分厚い肉になってるような感じですけどね。ちょっと見てみましょうか。はい、僕の指です。で、この3本ね、そんなにカチコチっていうそういう硬さはね、さほどないかなと思います。人差し指と中指、人差し指この辺ちょっとピントが、この辺ちょっとなんか傷っぽいのがあるんですけど、これはね、僕が19歳の頃に、アルバイトをしてた中華料理屋さんというかラーメン屋さんのチャーシューを切る機械で、この人差し指と中指の指先はね、一回そぎ落としてます。プシュプシュ、やばかったですね。数ヶ月全然ギターを触ることはできなかったっていう、そんな経験を持ってます。薬指は特にこれといって、で、小指がちょっとこの側面見た感じ、硬いんじゃないって感じの見た目してますけど、そこまでカチコチではないんですけどね、ここが一番、ちょっと親指届かないけど硬い場所かな。でもこんな感じですね。弾いた後はもちろん跡がつくけど、
それがなんかこうカチコチに皮膚がこう硬くなってしまったっていうことはないですね、うん、ただこれをかなりの力でグイ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 毎回やってればカッチコチになりそうだなっていう気はしますけど、うん、はい、そんな感じです。うん、という感じなんですよね。なのでまあ体質ね、体質ってどこまで関係してくるんでしょうね。そこはちょっと僕もなかなか分かんないところだけど、まあ基本的には抑えすぎっていうのがまず一番最初に来るんじゃないかな。で、まあそうなった時にやっぱりチェックすべきはどのぐらいの力加減で綺麗な音が出るのかっていうのをちゃんと知っておくことですよね。まあこれはまあね、今度動画でちょっとやろうかなと思いますけど、自分の力加減、どのぐらいの力の入れ具合でどのぐらいの音になるのかっていうのを、たまにねチェックしておいた方がいいと思うんですよ。でそういうチェックがしっかりできてれば、曲にもね活かせると思うんですけど、まあその必要最低限のね、あこれで綺麗な音出るんだっていう力加減で曲を弾き続けるっていうことは多分ないと思うんで、それ以上に力を使うことにはなると思うんですけど、でもねやっぱり硬くなる人っていうのはそれ以上に力を使ってたり、で制覇の時なんかも、制覇例えば6本押さえてても6本弾くってことあんまりないですよね。そのうちの6弦と2弦と1弦だけ弾きますとか、6弦3弦2弦だけ弾きますとか、その制覇で6本押さえてても6本全部全力で押さえてる必要ってないんですけど、そこをねもうとりあえず力任せに全部押さえようみたいな、押さえておけば安心だみたいな感覚でぐっとね必要以上に広範囲で押さえたり、必要以上の力で1本の弦を押さえたりとか、こうやると力を抜くことも難しくなるし、ポジションチェンジが難しい、あとは1曲弾くのに体力、まあ持たない、力がね力使いすぎて手が疲れちゃって弾けないとか、まあいろんな問題がねどん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 出てくると思うんですけど、まあそういういいことはねやっぱないかな。いいことないと思いますね。なので、ちょっと力加減を知ること、ここをねまずチェックしてもらえればいいんじゃないかなと思います。僕の出会った上級者プロの人たち、うまい人たち、指がカチコチでっていう人は僕は今のところ知らないかな。みんなまあ柔らかいです。柔らかいというかふにゃふにゃじゃなくてね、指先触らせてなんて全員の指触ってないからあれですけど、カチコチじゃちょっとね綺麗な音出ないですからね、そもそも。という感じです、僕の印象としては。はい、ということで力のね使い方、力加減、その辺のチェック結構大事だと思います。チェックしてみてください。はい、ということで、質問リクエストなどなどコメント欄にどしどし募集しております。